さんこんにちは、もぐです。本日は静岡県伊豆市にある修善寺に来ております。宿泊させていただくお宿はこちら、新井旅館さん。チェックイン15時からチェックアウト11時。明治5年創業、国の登録文化財にもなっている老舗お宿です。館内に入るとロビー、新しい玄関口として大正8年に建てられ、昭和35年に改修工事が行われたそうです。こちらでチェックインをした後は浴衣と帯を好きな組み合わせで選ばせていただき、お部屋に案内していただきます。ロビーを抜けると美しい佇まいのお庭を眺めることができます。小鳥のさえずりや水の音も聞こえてきて、ゆったり過ごせる癒しスポットです。今回のお部屋はこちら、あやめ3号。それではお部屋のご紹介スタートです。入り口に入ると目の前の棚の中に空の冷蔵庫が隠れていました。上にはケトル、常温のお水、そしてお茶のセット。こちらの扉を入るとメインのお部屋となります。窓側に縁側のようなくつろげるスペースもあり、趣あるお部屋。窓から外を覗くと修善寺の真ん中を流れる川、通称桂川が見えます。テレビコーナーにはレトロで可愛い電話機、机の上には中江さんがお茶を入れてくださったものとお菓子が置いてあります。新井旅館さんのお菓子みたいですね。お隣の小さなお部屋には鏡台とクローゼット。クローゼットの中には先ほどチョイスした浴衣&帯、そして足袋とハンドタオルの入った袋になります。あとはこちらに羽織がかかっていて、下には鍵タイプの金庫があります。お手洗いは玄関口近くのところにあります。以上、お部屋のご紹介でした。続いては温泉のご紹介になります。新井旅館さんには4箇所の大浴場と2箇所の貸切風呂があります。1箇所目、天平風呂とあやめの湯、貸切温泉の睡蓮と翡翠、そしてこちらに石火。少し離れた場所には露天風呂があります。大浴場は一つ一つ世界観が違っているのと、男女の入浴の時間帯がそれぞれ分かれています。間違えないようにこちらをチェックしてから行ってみてください。まずは貸切温泉から行ってみたいと思います。2箇所ある貸切温泉のうち翡翠、こちらは予約不要でかつ無料で入ることができます。そして睡蓮の方は予約制で有料になるんですが、24時から朝の6時の時間だけは無料で入ることができます。こちらが翡翠になります。緑を基調とした浴室。館内の温泉はすべて源泉かけ流しとなっています。そしてなんとこちらの窓、隣接している池が見えて、池を泳いでる鯉を眺めながら入ることができます。水族館みたいで私もかなり好きなポイントでした。脱衣所にはアメニティも揃っていて、
洗い場にはシャンプー、トリートメントが2種類、クレンジングと洗顔料も常備されています。お次はお隣の貸切温泉睡蓮。広い浴槽で大人3人ぐらいでもゆったり入れそうな空間です。そして次に向かっているのは大浴場の雪華。こうしてね、向かっている最中の通路も絵から出てきたかのような美しさで、ついつい足を止めてしまいます。ちなみに先ほどの鯉の餌はこちらで購入したものです。アラ旅館さんの鯉たちはすごく人懐っこいと言いますか、人慣れしていてお元気ちゃんが多かったように感じます。大浴場雪華に到着です。雪華の大浴場は2023年4月にオープンしたお風呂だそうです。時期によってはこうしてお花も咲いていて癒される温泉です。続きましてはあやめの湯。こちらのお風呂は撮影することができなかったのですが、あやめの形をかたどった湯船で、こちらのお風呂でも鯉を眺めることができます。お次はロビーにある階段を下り、一旦外に出た場所から向かうのはこちら、露天風呂。ここにもお庭があって本当に広いお宿ですね。扉を開けた先にはなんとも風情あふれる露天。隣にある更衣室で着替えることができます。最後4箇所目の大浴場は天平風呂。新井旅館さんの温泉の中でも最も有名なお風呂で、昭和9年築総ヒノキ造りの登録文化財の建物です。洗い場にはこうして湯だめが2つあるだけでシャワーなどはありません。歴史感じる建物と温泉、見てるだけで癒されます。私は天平風呂でも鯉を眺めながらかなり長く入浴していました。すごく落ち着く空間でした。ちなみに湯上がりの休憩がてら修善寺をお散歩するのもすごくおすすめです。竹林の小道と呼ばれる場所はミシュラングリーンガイドで2つ星を受賞したこともある場所だそうです。夕食の時間になったので会場に向かいたいと思います。夕食の時間は18時と18時半から選べて、チェックインの先着順で埋まっていきます。会場はお庭が眺められる2階の個室。メニューはこちら、生ビールで乾杯していただきます。いただきます。まず1品目、淡いピンク色が可愛い桜チーズ豆腐。程よい甘さのチーズケーキみたいな味わいでした。新玉ねぎすり流し、鶏の旨味が甘い玉ねぎとマッチしていて大好きなお味でした。すべての二日酔いのためにこれを届けたい気持ちです。前菜は右から、そら豆塩蒸し、焼きのびる、揚げたらの芽、芽キャベツ、うるい塩麹がけ、新じゃがいも田楽、京菜。お刺身は初ガツオ、マグロ、エビ、サーモンに見えるものはアマゴと呼ばれているものだそうです。わさびも伊豆で採れたものでその場ですっていただいたものになります。わさびが大好きな私でもなかなかにツーンと鼻にくる良い香りでした。わさびが好きな方にはたまらないと思います。お椀は焼き甘鯛と柚子の香りが素敵なホタテ新醸。
焼き物のタケノコは自分で皮を剥いていただきます。こちらは春の食材がたっぷりの煮物。組魚、金柑卵というのは卵の黄身を金柑に見立てたおかずでした。締めは赤だしのお味噌汁と一緒に。ご飯に先ほどのわさびとこちらのおかかを振って食べるのがおすすめだそうです。わさびご飯は私もよくやるんですが、やっぱ美味しいわさびでいただくと香りの残り方が違うなぁと感じました。美味しかったです。デザートは黒米羊羹といちご。デザートが来てもなおわさびご飯食べてるんですが、このツーンとくるのがたまらなく癖になりました。ごちそうさまでした。わさびご飯にハマって最後の最後までたくさん食べてしまいました。お部屋に戻ると机の上にお菓子と果物を置いてくださっていました。こちらのフルーツがすごく美味しかったです。その後温泉に浸かり、売店のみかんジュースを飲みながらお庭で涼ませていただきました。気持ちいい時間です。おはようございます。朝ごはんに向かいます。改造は昨日と同じ2階の個室。夕食の時に眺めていた景色とはまた違う美しさです。朝ごはんの頼もしいメンバーには温かいがんもの煮物、ワクワクする重箱には湯葉のお刺身から始まり、ひじき、一口で食べれてしまうご飯のお供。上品で丁寧、ご飯が進んでしまう豪華な朝ご飯です。温まったお豆腐のような湯葉も体にスッと入ってしまう美味しさでペロリと完食しました。デザートにフルーツをいただき、ごちそうさまです。チェックアウトまでの時間はお庭をお散歩したり温泉を楽しんでゆったり時間を過ごすことができます。新井旅館さんはショップも充実していて、お土産のお菓子や小物、昨夜購入して飲んだみかんジュースもこちらで購入したものです。静岡県伊豆市にある新井旅館さん、お宿の15棟が登録有形文化財になっている歴史を感じるお宿。美しい建物やお庭で癒される中で温泉に浸かりお食事をいただけるのは本当に特別な一日になります。そんな新井旅館さんの気になるお値段はこちらです。